出かける時とかね、寝る時とか、これから暑くなるけど、ちょっとまた開けっぱなしになるとそういう輩が入ってきちゃうんで、そういう時の忘れずにちょっと鍵掛けだけしてれば。呼びかけたのは戸締まりの強化。松本市の山あい穂福寺町で警察が72件を巡回しました。事件が起きたのは6日の夜、民家に男2人が押し入り、男性を刃物で脅して縛ると現金十数万円を奪って逃げました。同様の事件は栃木や群馬、福島でも起きていて、合同捜査が進んでいます。警察によりますと、住宅は玄関や窓に鍵がかかっていませんでした。車で出かけるときは鍵かけるようになったけど、話聞いたもんで、ああこれはまずいと思って、買うは買ってくるね。不安感は大きいと思いますね。改めて施錠とか徹底しなきゃいけないなっていうことは、皆さんのところに自主統一はできているとは思います。ちょっと出かけるとかですね、就寝時とか開ける場合があると思いますが、鍵かけは防犯の基本ですので。一連の事件では、キャッシュカードで金を引き出そうとしたベトナム人2人が逮捕され、警察が関連を調べています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。